トラジオと、クラトラジオの、どういうこと、間どういうこ違と、えた。どういうこと、トラジオいとや、クライン。トラジオのやったらもう、次あらへんよ。トラジオと、ネクラクララの、クラトクララトラジジオ、オ、第63回クラトラジオ、いいですとも、今回のテーマは、ジョブ重複なしの意味って何？というテーマでお送りします。質問相談いただいてます。キャプテントラジローさん、ネクラクララさん、はじめまして。いつも楽しく拝見しています。私は FF14 をプレイし始めてそろそろ1年になる。まだまだひよっこ非河川です。黄金に入ってすぐメインジョブがカンストできたのと、ストーリーも終わったのでエンドコンテンツにも挑戦してみようと思い、黄金の極2つと現行の霊式2の羅で挑戦しています。そこで質問なのですが、 PT 募集でジョブ重複なしは文字通り重複するジョブでは PT に入れないだけなのか、先に PT に入ってる人を見てポジションかぶる職は避けて入ってねという意味なのか、霊式やってるくらいだから察しろよと言われそうですし、募集主が特に何も言わないなら気にしないで入れるのかなとも思いますが、最近のらで例えばメレーがすでに2人いるのに3人目のメレーが入ってきてしれっと D1 を主張したので大混乱の上ギスギスにとか、ロールが被りすぎて軽減が薄くて痛い全体攻撃に耐えられても次の攻撃で半壊とかといったことが多いです。長くプレイされてるお二人はどう考えて対応されてるのか教えていただきたいなと思います。はい、ということで、この方の悩み、ジョブ重複重複なしはどこまでの意味があるんですかってことですけど、クラッチ、この設定知ってますか？はい、この設定があるのは知ってます。それでジョブ重複なしは読んで字のごとく、同じジョブで複数の人が入ってはいけないっていう意味で、ジョブの被りがあってしまうとバフの効果、例えば召喚士が2人いた時には、攻撃力がアップするバフのシアリングライトっていうバフが召喚士にはあるんですけど、パーティーの中に2人の召喚士がいて、2人とも一気に同時にシアリングライト使っちゃった時には 5% 攻撃力アップというバフの効果が重複しないので、もったいないことになるので、ジョブは重複しない方がいいっていう風に意味は理解してます。はい、まあそれもあるんですが、がそれよりもまだちょっとね、重要なところがあって、ジョブ重複しないっていうのは、まあそういうのも含めて、ポジションが被らないようにするためっていうところまでの認識は実はあるんです。そうだったんや。ま、これね、やってる人にしかわからんのですが、例えば、パーティーってタンク2人とヒーラー2人、 DPS4 人、まあ、8人構成、基本これですよね。霊式とか、クラッチグンヒルド霊式とかやったことあると思う、はい、分かると思うんやけど、ある程度そのパーティー内で3回みたいな、あります3回あります。そう、大体8人いるから8方向に3回するんですけど、まあ、そういったことをあらかじめ決めとく、認識しやすいするためにポジションみたいな呼び、各名称があって、メインタンクなら MT みたいな、サブタンクは ST、でヒーラーは H1、H2 で、 DPS は D1 から D4 まであるんですが、この時に、D1、D4 全員参加位置が違うわけじゃない。基本的な考え方としては、この D1 から D4 ってさらに細かいところの、なんだろう、暗黙のルールみたいなのがあって、D1、D2 が近接ジョブ、文句とか侍とか、で、D3 がレンジ、飛行士、踊り子などなどで、 D4 がキャスターで、クラッチ召喚士とか赤魔導士みたいな位置づけに、なることが多くて、ってなると別に召喚士2人で入ったとしても、召喚士片方が D3、 もう片方が D4 っていけば問題ないことはないんやけど、仮に召喚士と赤魔導士でジョブが被らなかったとしましょう。それでも D4 は被るんよ。この意味わかる？いや、わからないです、ね、わからない。簡単に言うと D4 がキャスターっていう認識なのね。で、もともとその D4 をずっと練習している人が多いのよ、その位置づけで。私、クラッチが D4 でずっと練習してました、召喚士で。で、そのパーティーに入って、ジョブは被ってないけど赤魔導士が入ってきたと。で、その赤魔導士の人も D4 っていう認識やから、そこでポジションが被るっていうのがあるんよ。ああ、なるほど。そう、D4、赤魔導士、召喚士、どちらも遠隔魔法 DPS のキャスターだから、そうそうそう。ポジションで被りがあるんですね。そう。そうなったら、ジョブ被ってなくても、ポジションが被ってるから、今度、ほんじゃ、クラッチ、やばい、D4 取られた、じゃあ今日 D3 やりますって言って、全然違う参加位置行かないといけなくて、
まあ、そこでミスって事故るっていうのがあるよ、うん、普段の練習と違うから。ああなるほど。そうそう、そこまでを加味したのが一応ジョブ重複しないってことは、ポジションも被らないようにしましょうっていうところまで意味があると。へえ、8人の中で、D4 のポジション取れるのは1人だけって考えると、うん、なかなか難しいですね、パーティー組むの。そうそう、まあ、仮にジョブが違ったとしてもできる人はね、他のポジションでもできるんやけど、まあ、大体はあのみんな攻略途中とか、まあ、あの慣れているところがいいっていうので、基本はその自分のやってる箇所のポジションにつきたいから被らないようにするっていうのが基本ベースにある、うん、大雑把に、うん、あのリミットブレイクの中で一番威力が高いのは、うん、近接物理 DPS メレーのリミットブレイクが一番威力が高いので、うん、メレー一人は必要って思ってるとか、うんうん、まあ、大雑把な理解しかなかったんですが、うん、細かくポジションとか D1 から D4 までの4人の DPS の中でも違う役割があるとは、うん、かなり細かかったですね。そうそう、思っていた以上に細かかったです。そう、あの基本の流れみたいなのあるんやけど、実はすごい、なんやろ、綿密にあの考えられてできてるものが例式であるんやけど、うん、これね、まあ、覚えていこうと思ったらやっぱあの経験していかないとわからないから、なかなかね難しいとこではあるよね。そうですね。 でこの質問主のこのね、あの質問で言うと、もうすでにあの近接命令が2人いるのに3人目の命令が入ってきて怒ってしまったってことなんやけど、そもそも3人目に命令が入って、まあ、命令が3人の状態になると、これ実はパーティーとして損するっていうのがあって。へえ、これね、どんな損でしょう。実はパーティーボーナスっていうのがあるの、ご存知？いや、知らないです。でしょ？これね、長年遊んでる人でも知らないこと多いんやけど、うん、あの、パーティーって、まあ、いろんなロールがあるじゃない、その、うん、タンクヒーラー。で、DPS の中でも、メレー、レンジ、キャスターって3種類あるんやけど、この別々のロールの数が多いほど、うん、パーティーボーナスっていうのがもらえて、能力上がるんよ。全員の。そういうのあったんだ。そうそう。だから、その D3 にはレンジ、うん、D4 にはキャスターみたいに、まあ、命令全員ね、近接4人でもよくねってパッと見は思うんやけど、ちゃんと分かれてっていうのはパーティーボーナスがあるためなんよ、うん、はい。だから基本はそのロールごとに分けたんやけど、まあ、でも今回のこの質問主、命令が3人入れてしまう状況っていうか実は良くなくて、うん、パーティー募集の時点であの募集って絞れるんよ、ロールを、うん、例えばこの枠は命令、まあ、基本は命令2枠やから2枠で、あの3つ目の枠はキャスター、4つ目はレンジみたいな風に絞れるんよね、うん、だからそうやって絞って被らないようにするっていうのが大事なんやけど、多分パーティー募集主がそういうのちょっと設定知らないか忘れてるかで、誰でもが参加できる状態になってたら、あのそもそもね、参加する側ってあの結構まあ入れるなら入ろうみたいな、大体みんなそういう設定してるだろうみたいな人もいるから、まさかそんなね、もうすでに命令が2人いる状態であの命令を募集してるとは思わないっていう人もいるから、まあ、こういうことは起きてしまうことは全然考えられる。なるほど。はい。ちょっと難しいね、こういう例式の方。うん。暗黙のルールといいますか、公式がゲームの中でゲームのストーリー中で、こういうルールがあるよとかいうことを教えてくれないゲームですから、うん、うん。調べなきゃいけないですし、そもそも調べれば、こういう情報まで出てくるパーティーボーナスというものがあるっていうことさえも、今知ったばかりですし。でしょ？奥が深いと言いますか、知っているべき、知っていた方が有利になるようなことまで隠されちゃってるんですね。うん、そうなんよ。だから、奥が深い。うん。そうで、まあ、それを知ってて当たり前だろうっていう人もいるし、まあ、知らないのはしょうがないよね、みたいなこともあるし、いや、そもそもそんな細かい内容ね、知りようもないじゃん、みたいな。ですね。こともあったりするから、まあ、それを含めても、結局、パーティーによるっていうのが最終的にね、やっぱ、その時の募集次第になってくるから、まあ、質問主がこうね、あれやこれやこの場合がなんか嫌だっていうのがたくさんあるんであれば、自分の望むようにしたいんであれば、自分でパーティー募集をするっていうのがいいかな。そうですね、うん、募集分のところにパーティーボーナス欲しいので別々のジョブで来てくださいっていう風に、細かいことかもしれませんが、細かく募集分書かないと、うん、理想通りにパーティー組めなさそうですね。うんうん。で、まあ、この質問主は、こういう時どう対応されますかって、うん。質問もらってるんやけど、まあ、一応、クラッチにちょっと聞いてみるけど、もしね、例えば、メレーが2人参加してる状態、まあ、自分がメレーだと考え、想定しましょう。侍ね。我々は侍。うん。で、
もう一人メレンの人がパーティーに参加してきた時にどうするかっていう。相手の侍さん別ジョブもできませんかって聞いちゃっていいんですかね。ああ、で、聞くのもあり、聞くのもありけど、大体はえみたいな反応は返ってくるから、しかも、入ってきて、速攻 D1 みたいな感じで取ってきた場合、もう残るは D2 と、まあ、あと遠隔組。で、これ、まあ、要は、マクロで事前にどこ参加しますかみたいな、案内をするために D1 から D4 ってあるんやけど、うん、さっきも言った通り D3 と D3 って遠隔組なんよ。うん。ってことは敵から離れるっていうケースが実は組み込まれててギミック処理とかで。うん。あ、3階とかで3階で離れるっていうこと以外にも、そうそう。ギミック処理のために遠くに離れるってことあるのが。D3、D4 なんですね。そうそう。要は遠隔組っていうんやけど、まあ、ボスから離れて処理する。うん、その代わり近接組は、近くで処理するみたいな。まあ、そういう、それは何でかというと攻撃ができるからっていうね。うん、逆に近接を離れちゃうと攻撃できなくなるから、そういった意味も含めて D1 から D4 はこの位置づけになってるっていうのがあるんやけど、うん。それを踏まえた上で、D1 を取られちゃったと。うん。クラッチどうする？クラッチ侍ね。もう一人、メレーがいます。D1 は私がやるので、うん、D2 でいいですかって聞いたり、うん、でももう一人メレーがいるよ、うん、まだもうすでにいる、すでにいる人がいるから、急に入ってきたやつが D1 っていきなり出したから、うん、それどう対応しますかっていうね。 D1 すでに決まっちゃってます、別のジョブできませんかと聞いて、あ、なるほどね、うん、できませんって言われたら、あ、申し訳ありませんが埋まっちゃってますと言って、うん、気使ってもらえませんかじゃなくて、うん、気使ってもらえませんかってまあそういうこと、まあでも言いたいことはわかる、うん、うん、他のジョブできなかったらもうポジションなくなっちゃってるので、うん、他のパーティーをお探しください、申し訳ありませんとお断りしなきゃいけなくなるような気がします。まあそうよね、うん、後から入ってきて何いきなり言うてんだってなるから、まあでも、うん、それが正しいと思う。はい、うん、よかった。で、まあ慣れてる人の場合だとちょっと違ってくるっていうのがあって、うん、別にそれでもやるよっていう人の場合、まあ俺は別にそれでもいいって感じやからいいんやけど、自分が遠隔側に行くってことをします、うん、俺の場合はね。あ、もう殴ることを諦める、うん、といっても自分が募集主やったら確かに断る、後から入ってきてないよねって、うん、ただ自分が参加した側でパーティー募集主がそれでもやるっていうんであれば、じゃあ自分が D3 行きますわみたいな感じで遠隔組に行って、まあ、それ相応のスキル回しをするって感じかな。まあ絶対クリアできなかったとしても、クリアできなくても練習としては役立つと思いますので、うん、きっちりこのパーティーボーナスがもらえて、遠隔近接とかしっかりポジション得られてない状態だったとしても、うん、練習にさえなればいいと思いますっていう、そういう考えでいるメンバーだったら、うんうん、細かくそこは考えなくてもいいかもしれませんね。そうね。まあ、でもね、この手の場合、あんまり練習にならないっていうことが多くて、本来、D1、D2、どっちかで練習してんのに、いきなり遠隔側行ったら全然違うことになるから、しかもそれ以降、それで行くわけではないから、今回限りやから、うん、まあ、ギミックを見るっていう点だけでは練習になるかもしれんけど、自分自身の練習、うん、ポジションの練習になるかっていうと、そうでもないっていうところがね。なるほど。だから結局デメリットしかないから、まあ、基本的に断った方がいいっていうのはやっぱり、そうよね。うん。うん、あ、難しい。そう。あとはその軽減の問題もそのあるんですよね。軽減？そう。霊式とかって食らうダメージが痛いから、普段気にしなくていいようなものも、うん、なんだろう、駆使して戦うことになって、例えばクラッチ召喚者だったらアドルってあるでしょ。うん、アドルあります。そう、あれがね、霊式ではかなり重要になってくるんですよね、実は、あれがあるかないかで生き残れるかどうかの瀬戸際になる場合があるんよ。そんなに重要なアクションだったんだ。そうそう、あれ確か魔法ダメージを 10% 軽減かな、うん、まあ、ステータスを下げるっていう敵の、だから例えば、敵のダメージが12万食らしてくるダメージだったとしましょう、こっちに全体攻撃として、うん、でクラッチ今 HP いくつある、召喚士で12万ぐらいでしょ多分、うん、装備揃えてたら。今確認します。あ、だいたい12万くらいです。あ、12万でしょ。それかそのまま食らったらもう即死なんよね、うん、即死ですね。ただそれをアドルを入れることによって生き残れるっていう差が出てくる。そんなにギリギリなところで戦ってるんだ。そうそう、霊式はこれ、まあ、特に実装当時とか初週の場合は、まあ、そこまで厳密にやらないといけないかって、もっと他にも軽減があるからね、それプラスアルファみんな、うん、
近接やったら牽制とかもあるし、うん、あのレンジとかだったらなんかいっぱいあるでしょ、あの踊り子とかやったら守りのサンバとか、あーあるある、バリアヒーラーじゃなくてもバリアヒーラーっぽいような、うん、例えば召喚師だったら、あそういう軽減バリアっぽいアクションありますね、うん、そう、しかも今召喚師だったらあれでしょ、回復もできるでしょ、あのあーできるできる、そうそう、あれも結構大きくて、例えば霊式とかであのそういう例えば12万級のダメージを2回連続でやってくるとか、まあ、場合もあるんよ、うん、コンテンツによっては、うんうん、でそうなると間に HP を戻すっていう仕事があるんやけど、ヒーラーが例えば慣れてないとか、うん、まだちょっとしんどいなっていう時にそういった召喚師の回復もプラスアルファすると HP がグッて戻って耐えれるみたいな、へえ、そういうこともあるから、これ意外となんかそんな余ってるかなと思うと高難易度では結構重要みたいな場面が多い、うん、へえ、いやー楽しそう、こういうせっかくホットワンに登録してあるアクションなのに、うんうん、活躍する場面がほぼなくて、そうそう、エキスパートルーレットでも召喚師の回復魔法、うん、ルクスソラリスという技アクションがあるんですけど、うん、これも使えるタイミングとか限られたタイミングでしか使えない回復アクションなので、うん、有効活用できたことがなかったんですが、うん、まあ、野良ではねそこまで厳密に相談することは少なかったりするんやけど、これを例えば固定パーティーとかね、うん、気の知れた仲間で集まって、うわここしんどいわーっていう時、クレアチそこ召喚師のその回復頼めるみたいな言われたら、オッケーお任せあれみたいな感じにならない？なるなる、ね、まあ、そういう楽しみがあるっていうのはまあいいとこなんやけど、ただまあでもその野良のパーティー募集だとそこまではねやっぱできる範囲でやるっていうのがあるから、でもやってあげると助かるっていう場面多いから、まあ、そういうのを意識していくものが多いのよ、その各ロールごとで、うん、ってなるとこれロールが被りすぎちゃうと、あのそもそもそういうメリットがなくなってきて反対するっていうのがあるってこと。例えば今、うん、クラッチが言ってた召喚師と別の人が、まあ仮にあのメレー2人じゃなくても、あの要は3種類いればいいのよ DPS って。あ、3種類の DPS、 メレー、キャスター、レンジ、うん、ってことは別にメレー2人じゃなくてもキャスター2人でもいいわけなんよ。で赤間同士がもう1人入ってきてくるんやけど、仮にもう1人赤間同士、あのピクトマンサーが入ってきたとしましょう。3人キャスターいるでしょ。この時何がきついのかっていうと、うん、さっき言ってたアドル。ああ、これはロールアクション、同じアクション使えるから。そう。被りまくったらもうそれだけで意味がなくなっちゃうよね。重複しないからアドル被っちゃって意味ない。そうそう。そうなると、例えば、野良やとそんな、そこの細かいところに帳尻合わせて結構空気見て使うってことが多いから。うん。アドルめちゃくちゃ被ってたら、今度次大事な場面でアドルがないみたいな感じになっちゃって、きついっていうのが、うん、あったりするから、どっちにしてもロールを被るっていうのはあんまりよろしくないっていうことなんよね。なるほど。そうそう。だこれでも知らん人多いんじゃないかな、今回霊式初めて挑むっていう人からするとね。今喋った内容でもクラッチほとんどなんか、あ、そうだったんだっていうこと多いでしょ。そうそう。私は戦闘民族じゃなくて、うん、バトルコンテンツほとんど参加しないライト勢なんですけど、うん、知らないことばっかりでした。そうで、今回多分レシピ挑む人増えてる気はしてるから、まあ、こういった事故見えないところでね、ちょくちょくあんのかなと思いますね。確かにこれはとても重要な有益な情報をたくさん詰まってる動画になってます。はい、これぜひちょっと今回の動画見た方ね、レシピフレンドになんか進めてほしいですよね。でまあ最後にこの質問主のね、この後から来たメレーが D1 っていきなり主張したから、その大混乱した上にギスギスになったみたいな感じだけど、うん、まあ、こういったことを防ぐためには、もうその時点で断りましょうってことですね。そうですね。これ募集主じゃなくても断ってもいいと思う、俺は。うん。いやいやいや、みたいな。募集主さんが知らない可能性もあるし、うん。そうね。パーティー全体にとって不利な状況になっちゃいますから。うん。ってことで、はい。断るが正解かなって感じですね、この質問に対しては。うん、断っても別にペナルティは受けないです。はい。で、ここはちょっとまあ、フリートークに入っていくんですが。はい。パーティー募集で、まあ、野良でどれぐらい遊びますかっていうこと。俺は結構ね、野良で潜ることは多いんやけど、クラッチどう遊ぶ？野良で。パーティー募集とか。ほぼ、野良では遊ばないです。おぉ。それなに、コンテンツがそもそも興味がないとか、それとも野良で遊ぶのが怖いとか？両方の理由ありますね。コンテンツそもそも、極コンテンツ以上の難しいコンテンツに行かないということと。うん。パーティー募集使うとしても、トレジャーハントの地図一緒にやってくれる人を募集っていうことでは、うん、パーティー募集使ったことはあるんですが、それもめったにやろうと思う機会がないので、うん、使わないですね。
あ、なるほどね。まあそうよね。あ、そもそもこんパーティー募集自体が高難度が多いね、やっぱり。まああとはたまにそのそれこそ野良で行くのが怖い人が逆にね、ストーリーで ID 開放して野良で行くのが怖いからパーティー募集でちょっとあの理解のある方というかお手伝い様募集みたいな、そういうのはたまに見かけたりするけど、うん、逆にそう野良で怖い人逆にそういう使い方できるっていうのもあるよね。そうですね、うん、野良はほぼ無言で ID に突入していくんですけど、うん、その前にある程度パーティー募集使えばチャットで話し合えますからね。そうそう、これがねこうで怖いんでみたいな、いいよ手伝うよ、うん、みたいな話ができる、分かってくれる人と一緒に行けるから安心感あります。そう、結構フレンドもね、そういう募集に入ったりするとかちらほら聞くから、へえ、やっぱそういう優しい人いるんだっていうね発見はあったりする。じゃあ、パーティー募集とか見ててなんか変なパーティー募集見たことあるとかある？自分のデータセンターではないんですが、うん、面白いパーティー募集の使い方してるっていうのを、お、X とかで回ってきたのは見たことあります。おう、例えば？パーティー募集のコメント、あ、これは運営の規約的には使っちゃいけない、あまりおすすめされないパーティー募集の使い方なんですが、うん、パーティー募集で書かれる文章で、うん、他の人と会話をしてるっていう感じで、パーティー募集文に暇だっていうような適当なこと文章を書いてて、うん、暇ならこれやればいいじゃんみたいなことを別の人がパーティー募集使ってパーティー募集文同士で会話するっていうような変な使い方見たことあります？そうなんや。まあ NG やろうね、うん、NG やろうけど、NG、まあ一つの、うん、何やろ、なんじゃこれっていう面白みはあるね。そういう取り締まり厳しくなってそういう人全くいなくなったのかな。どうやろうね、まあそのパーティー規約で書いたもんね、パーティー募集をそのコンテンツとかそのゲーム内の目的以外のとこの使い方をするとやばいっていうね。ああ、そうそう、あの YouTube 配信やってますっていうメッセージだけの、うん、単なる YouTube の宣伝だけで使ってる人いますね。でしょ。あとまあでもあれですよね、コンテンツの募集以外にも例えば FC の募集とか、うん、あのハウジングのね、こんなん作りました、よかったら見に来てくださいみたいなあったり、あとは交流展、有料対話展、ああ、両方どちらもありますね。うん、とかもあるし、まあ、結構いろんな使い方があるよね。うん、変なっていうのはあんまりないかな、うん。言われてみればないよね、変なって。そもそも規約で厳しいなったから、そういうのは見かけないかな。そうそう、ほんと規約厳しいので、それやっちゃった時点でペナルティの可能性があるので、うん、みんな知ってる人は恐れて、そういうおふざけも気軽にやらないようになっちゃってるのかもしれません。うん。私は好きなんですけどね、好きですが運営は嫌がるだろうなっていうようなのがあるので。そうね、まあ要はこれっていいのってなった時にね、うん、まあ、あとはディスコードの募集とかもたまにあるね。あ、そうなんだ。うん、なんかディスコードサーバー作ったんで雑談あのしましょうっていうので、あんな初対面でいきなり喋りたいって人 いんのかな。うん、ごく少数かもしれませんね。うん、一瞬入ってやろうかなって思ったことあんねんけどいやー、トラジオさん入ったら絶対混乱するんじゃないでしょうか。混乱、いや、そんな知名度はないからね、あんた誰っていうことは全然ありますよ、うん、俺結構ね、あのこういったパーティー募集でもたまにバーとか、うん、あの好きやからちょっと行ったりすんねんけど、うん、こないだあのそのバー行ったら、まあ最初普通に入ってなんか喋ってた店員さんがトラジオさんですねみたいな、と言ってくれて、あ、ありがとうございますって言って横のなんか寄ってんのか知らんけどキャラにちょっと絡まれたというか、あの歯誰みたいな感じで言われて、へー、で、まあ、あの YouTube で活動してちょっと有名な方ですよって14界隈ではみたいな店員さんが言ったら、歯知らんしわらわらみたいな、俺のサーバーにもっと有名な人いるよみたいな話で、もう知らんから思ってそういうつもりで来てんじゃねえよっていうあのことがありましたね。うん、まあその場で何だかんだ雑談チャットしてね、ちょっと盛り上がって帰ってったけど。なるほど。はい。で、それクラッチもどっかパーティー募集のそういうバーあれば、ちょっと潜りで行ってみるといいと思うよ。はい。ってな感じで、まあパーティー募集はね、で、まあいろんな使い方できて楽しみはあるんやけど、まあこういったね、隠された内容も結構あったりして、今回の質問主にね、こういったこともあるよっていうのが伝わればと思います。ってな感じで今回のクラトラジオを締めていきますが、次回は来週金曜日、ネクラクラさんのチャンネルの方で放送されるんで、そっちも見てください。それではまた来週も見てくれるかな。いいですとも。